だからよく言うの、直感に従って。直感なんか当てになんないから。こんにちは、小橋アルです。この番組は宇宙の法則を生かしてワクワクな人生を創造するためのチャンネルです。よろしくお願いします。小橋アルさん。はい、ふみくん。視聴者さんから質問来てました。はい、小橋アルさん、こんにちは。こんにちは。私は40代の主婦です。はい、やりたいことがあってスピリチュアルな分野の資格を取ったのですが、それをどう生かしたら良いか分からず何もできずにいます。収入にしたいと考えているんですけど、なかなか動けません。何かアドバイスをくださいとのこと。ありがち。ありがちですか。まあ、こういう質問ね、結構あるの。あ、そうなんですね。そういった場合にお答えしていることを、まあ、今日は使えばいいかなと思うんだけど、はい、じゃあ今日は行動できない時の対処法的な感じかな。まあ、行動できないっていうことはどういうような状態なのかってことを知った方がね、次の行動に生きるじゃない。はい、そうですね。でもついついね、その壁があってさ、これ以上行けばいいんだけども行けないなとかっていうところをうろうろしてる人にとっては、はい、役に立つ情報になるのかなと思いますので、よかったらお付き合いください。はい、まずふみくん、はい、そこで立ってみて。立つ。はい。座ってみて。はい。簡単でしょ。簡単です。これ、あの、行動してもらったわけ。ああ、はい。僕の指示に従ってなんだけども、ええ、簡単できるじゃない。はい。何の躊躇もなく、はい、だるいなってぐらいで。ええ、だるかった。ちょっとだから想定内のこととかさ、簡単に行動ができるの。だけど行動力とかね、そんなものがなかなか発揮できないなとかさ、行動できない時ってどういうことかというと、なんか勇気がいるような感じがするじゃない。あ、ね、でも普通にこう確信だとか自分を信頼してたら、勇気なんて何もなくっても普通にそうやって今立つ座るってことやったように簡単に行動に移せるわけ。はい、そういう領域までいけたらなんてことないよね。あ、ただそれが勇気がいる状態ってちょっと立ちが悪いじゃない。うん、なんか振り絞ってやろうっていうような、そのエネルギーをこうさらにね、こう後押しで付け加えないとなかなかできないっていう、その状態ってまだね、ある意味自分の中にあるうまくいかないかもねっていう観念があって、それをまあ何ならこう書き換えてるようなプロセスの真っ只中っていう場合があるかな。だからそこに勇気を振り絞らなくてもスッと行動ができるっていうのが、まあ、ある意味自然だなと思うわけ。あ、なるほど。行動に移す時ってどういう時でしょうか。なかなか行動に移せないなっていうのは、ある意味このなんか慣れ親しんだとこにいた方が楽だからって時ない。あ、これもね、注意が必要だと思うな。うん、それはね、ある意味慣れ親しんだコンフォートゾーン、コンフォート、心地がいいあたり、日常のね、はい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 、こういったものみんな持ってんの。はいはいはい、このね、半径3メートル以内にいたらなんか楽ってやつ。なぜならそれは昨日と同じだから。昨日までそれでうまくいってんだから、死なずにね。今日もそのコンフォートゾーンの中で生活してた方が、基本その統計学上で言うと安全じゃない。そうですね。人は生き残るために常に考えてるから、死なないように。なるほど。太古の昔より、はい、死なないことが大事だから。そうですね。だから昨日までと同じコンフォートゾーンにいる方が、これが一番安全だっていう、一応統計学的にね、自分の中にある統計を取って考えると、あまりこう冒険しない方が安全なのは確かじゃない。そうですね。だいたいこの辺にいたら獲物が取れるのに、あえてその山の向こうに行ったらリスクがあるかもしれないでしょ。うん、そういう新たなとこに行かなくても、この中で範疇でね、やっていけるんであれば、その方が気楽だな、また安全だなっていうふうに、命をさ、こう紡いでこうつなげていかなきゃいけないっていう価値観からすると、それある意味正しいよね。うん、とはいえ人生ですから、果敢な挑戦をしていくっていうことが魂がね、こう輝くのかなと思うので、それをこう押してね、それ振り切ってこう前に進んでいくということを、ちょっと今日はテーマにしていきたいなというところですね。じゃあバシャールがなんてこのことについて言ってるかですね。行動ができない人は心と頭が分離をしている。ほう。一致してない。そうなんですか。うん、頭ではこっち行きたいと思ってるのに心がついていかないみたいなやつ。これやんなきゃって思いながら心がこうストップをかけてる。なんかやれずにいる。これ何みたいな。分かってんのにみたいなさ、この一致しない感じがまたその停滞を生んで余計に疲れる。体力を奪ってしまうんだけども、このあたりのことをちょっと整理をしていった方がいいと思うんだよね。じゃあそういう人が何を恐れているのか。何ですか。何だと思う。これ意外とみんな分かってない盲点がある。何ですか。それは行動に移した後、こうなったらどうしようっていうことの前に、行動に移すことが怖いじゃんね。はいはい。行動に移しかけた時にまたその恐れを感じるじゃん。恐れを感じることを嫌がってる場合が多いの。あ、
怖い怖い怖いっていう感情になるのを嫌がってる。それが実は先にあって、その先こうなったらどうしようっていうところにまであんまりこう、考えが及んでない場合って結構多くて、恐れを感じたくないという、恐れを感じることへの恐れみたいな。でもそれ怖がってたらどうですか、前に進まへんでしょ。だからそこはとりあえずそんなことに恐れているよねっていう自分のね、その感情を、見つけることができたら、まあ、それは終わるから、ね、そういう要素もあったな、なんとなく。それよりもそもそも自分はどうしたいのかだよね。どうしたいの自分は、今の今までね、ここにいたまんま恐れを感じるのを恐れているよりもね、何もこう行動に移さずにずっとこの状態でこう続くのか、それがいいのか、だけど本当は自分はこうしたいんだよねっていうその、目的感みたいなものをちゃんと自分に問うことによって、動機っていうのは湧くじゃない。とりあえず動機がないと動かへんからさ、どうしたいのかってことをちゃんと改めて自分に問うということですね。その上でここが大事なんです。最悪の事態を想定をする、これバイシャル的に言うと最悪のことを考える実習っていうんだけど、要は自分が恐れていることは何なのか、どうなったら怖いのか、何ならそれは本当に怖いのかどうなのかっていうこともちゃんと分かっていないまま、ビビっちゃってるわけ。実際に行動に移して最悪の事態ってのはどういうことを今想定ができるのかっていうことを考えて、それで行動に移す。そしてその後どうなる、例えば何ヶ月かそうやってやったもののお客さん来なくって経済的に苦しくなる、いろいろあるわけじゃない、そうなったらどうなるの、そうなったらどうしよう、そしたら支払いが大変になるなとかさ、他の仕事もした方がいいのかなとか、貯金あれ崩そうかなとかいうようなことをいろいろ思いを巡らすわけ。まず最悪の事態をちゃんと想定をするっていうことによって自分の中でいろんなことがイメージちゃんとできるから、まあ、それはすごく大事なプラクティスかな。それを理解できれば自分の中で、あ、こういうリスクがあるんだなってことを、リスクを見ないようにしてるからさ、リスクみんな見ること自体が怖いから、うわこうなったとしよう、わ怖い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 って言っているじゃん、怖い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 ってないで、いやまず見たらみたいな話なんだけど、あんたがこうやったことによって失敗とかね、うまくいかなかったら、しばらくうまくいかない期間が続いたらこうなりますよね、しばらくうまくいかない期間が1年間だったらこうなるよね、もう貯金すっからか、半年だったらまだ余裕だなとかさ、なんかそういうようなことってちゃんと見据える必要があるじゃんね。どれだけの時間の猶予があるんだとかさ、そういったことも全部見える化してあげることによって自分の中ではそのことについてのストレスが減るから、だから最悪の事態を想定するということがまず基本じゃ基本ですね。とはいえ本当大丈夫かなって思うじゃん、まずね大概大丈夫なの。でそれもどういう状態が大丈夫かというと、とにかくワクワクに下げること、変な、無価値観だとかね、そういうことをスタートせずに本来のワクワクというものにちゃんとアクセスできている人であれば、ちゃんとそのワクワクパッケージによって導かれる、ないしサポートが入るというふうにバッシュアル言うんだけど、でもそうやってサポートが入るって言われてもさ、来なかったらどうしようとかと思うじゃん、一応はそのステップとしてね3つぐらい今からお伝えしようかなと思うんですけれども、はい、まず1、何のために、誰のためにそれは役に立ちますかって自分に問う、ないしそれを紙に書く。これね、自分のためってのはね、なんかついつい、サボる、ないし力が出ない、でもそれによって世の中に対しては貢献ができるよねとかさ、で誰かの役に立つよねとか、子供たちのためになるよねとかいうような大義名分が自分の中に明らかになると力が出るからさ、だから自分のためにもちろん基本はやるんだと思うんだけど、単純にさお金が入るだけとかそんな利益のためじゃなくて、これが社会にとって、役に立つんだという前提での、まあ、ものの捉え方っていうのを大事にしたらいいかなと思います。なるほど。続きまして2、詳しい人に聞く。経験者に聞く、聞く、これ何でかというと、やりたいことはあるの、どうやっていいか分かんないっていう場合がほとんどなの、何からしていいですかという感じ。でもすでにその分野である意味先に行ってる人たちっていうのは、そのプロセスを経たわけじゃない、だから何らかいろんな行動をタスクをこなしていったわけだから、そういう人に聞いた方が早いよね。確かにそうですね、じゃあそういう人も知らなかったような、まだ経験したことないようなニッチなところを狙えるんじゃないかなって考える人もいるかもしれないけど、それは難易度高いからちょっとやめた方がいいかなと思う。もう世の中に今ないものはほぼニーズがないと思った方がいいね。ニーズがないからみんな思いついてないんだよね。でないし今行動に移せずにいるあなたがね、そんな斬新なアイデアが出てくるかどうかっていうのはちょっと怪しいよね。
やっぱそれ戦略戦術とかね、いろんな経験が豊富な人たちがまた新たなその事業モデルっていうのをね、創出できるような気もするから、そこよりも今自分がこういう分野でやっていきたいなっていうことを先に言っている経験者に聞く、まあ、頭下げてっていうのが割り返し手っ取り早いかなと思うね。なるほど、うん、僕もいろんな相談を受けた時に、あ、これとこれとこれとこれこうやってくださいと、そうやったら道が開きますからってすごく明確に答えられるから、うん、でも多くの場合、これとこれとこれどうやっていいか分かりませんと、うん、これっているんですよね、やっぱりこれなしってわけにいけませんかとか言うわけ、いやいやいるでしょみたいなさ、ね、それこそホームページなくてもいいですかみたいなさ、いやいやいるでしょ授業やるならみたいなさのがあるから、うん、まあ、その辺はじゃあどうやったらいいんですかと、これいくらかかりますか、お金ないんだったら自分でやんなきゃいけないね、自分でやるんだったらこういうサイトを使った方がいいよねとかいう話を進めていく必要があるよね。だからそのタスクに落としていくという上で、ただまあできれば最短コースがいいってみんな思うわけでしょ、うん、経験者に聞いてください。早い。最後の3です。とっととやる。冷静にならないうちにやる。人は冷静に物事を考え出すと足が止まります。いとも簡単に人はね、考えるとネガティブなことを想定し出すの。だから鉄は熱いうちに打てってやつです。なるほど。もう考えても仕方ない、やるんだったらもう今やろう、もう今です。で、今何やるの、まあ僕だったらたまに進めるのはなんかホームページを作る必要性があるってなったら、じゃあペライチでいいじゃんと、うん、じゃあペライチのアカウント今すぐ作ったらっていう、なんか一歩動かなきゃいけない。あ、一歩動いて、そのやろうと思った時に一歩動くっていうことを繰り返していかなきゃいけない。やろうと思ってから3泊置いてたら、その3泊置くのが基本になるから、うんうん、今やろうと思ったんだったら今ペライチのアカウント作って、その中でざっと中のこと調べて簡単なもの作って、1時間2時間あればらしいものできるから、ちょっとね、うんうん、その仕組みを理解するということを冷静になる前にやる。あ、だから冷静に考えたらこんな事業なんかやれないからそうなんですか、ね、こんなことやって本当大丈夫とかってさ、いや大丈夫なわけないじゃん、うんうん、その人の価値観で考えたら、うんうん、これで今足止め食らって行動できない人が、ね、いくら自分の頭でね考えてもポジティブな意見出てくるわけないじゃん、うんうん、それが出てこなかったからの今だから、うん、だからよく言うの、直感に従ってとか、直感なんか当てになんないから、いや、あなたの直感がダメと言ってんじゃなくて、ええ、行動できずにいた人の直感使えますかって話。あ、じゃなくて自分じゃない人間のその感性とかさ、うん、この人何も考えずに突っ走ったんだなっていう人のその直感のあり方とかさ、その行動の仕方、そのパターンを自分なりに受け取った方がいいと思うね、うんうん、だから行動できない時は、この3ステップを踏んでもらうと、まあ、意外といけんじゃない。結局僕らなんでこう何かしらね自分でやれるようになったかとかっていうのは簡単で、行動を繰り返したからだからさ、うん、行動を躊躇してるというその状態は基本的に行動しちゃってる人にはもうないわけ。行動を躊躇しないで済むような考え方とか癖づけとかね、そういったものをベースにこれからどんどん一歩一歩ね、一歩行って終わりじゃないからね、うん、それを積み上げていったら、いいんじゃないかなと思いますが。なるほど。今日はですね、行動できない時、その対処法っていうものをお伝えしました。もしですね、この動画がお役に立ったらですね、いいね、チャンネル登録の横のベルマークとですね、コメント欄、私もこれから行動するぞっていう宣言でもですね、何でもいいので、どんどんお寄せください。この番組はですね、宇宙の法則を生かしてですね、自分の人生をより良くしていくというのは、まあ基本当たり前ですよ、ね。きっと皆さん結構いい人生だと思うんだけれども、皆さんみたいな人がより増えていくことが大事だと思うんですね。ぜひ、シェアもお願いします。はい。それによってですね、オープンコンタクトの時期が早まっていくんじゃないかというふうに、思っております。引き続き応援どうぞよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんかいつもと T シャツ違くないですか。あ、そうそれ最初に言おうと思って忘れてたT シャツね、なんか僕らしくないなと思って、この間この格好でライブやったわけ。あ、はいはいはい。なんか自分なりにしっくりきて、この画面に映ってる自分がさ、なんかふさと来てる方が、うんうん、エネルギー的にもいいなと思って。なるほどやっぱこういいエネルギーを届けたいじゃんね。そうですね。僕から発するエネルギーもそうだし、まあなんならこれ言霊のエネルギーとかね、波動で出るように一応この番組自体は設計しているんですけれども、見るだけで何となくね、払いが起きるような効果を僕は狙ってます。はい、この内側から出るものも含めて藍染めでやっていこうというようなところでございます。なるほど、はい、じゃあ UFO T シャツは首ですか。首だないいねとコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録の横のベルマークも押してね。
GM ライフサーでは主に環境に優しい商品を取り扱っています。ウェブサイトからの注文も可能です。よろしくお願いします。バイバーイ。